PCSX はオープンソースで開発されていたプレイステーションのエミュレータ。Linux や Windows など多くの OS 上で動作し、ライセンスは GNU General Public License V2 が適用されている。同じプレイステーションエミュレータ EPZUX と高い互換性があり EPZUX のプラグインを流用できる。一般的に起動に必要な BIOS を必要としないが、 互換性向上のために実機からダンプしたバイオスを読み込むこともできる。2003年9月17日に開発終了。なおこのプロジェクトの開発チームは2003年より PCSX2 を開発し始めた。様々なプラットフォームに対応。主なものは以下の通り。オリジナルのチームによる開発の主軸が PCSX2 に移った後、 複数の派生版が開発された。主なものに PCSX リローデッドや現在まで開発が続いている PCSX リダックスなどがある。主に Linux プラットフォーム上での動作向上を目的として AMD64 のサポート、GTK インターフェースの追加、ズビデオによる 2D アクセラレーションなどの機能が追加された。 PCSXDF から派生する形で2008年頃から開発が開始された。一部の成果は PCSXDF 側にも取り込まれている。Windows や MacOS プラットフォーム上でのバグの修正などが行われていた。現在まで開発が続いているバージョンは PGXP 版と呼ばれ、より高精度なレンダリングを行うことを目的としたものである。 PCSX リアームドレトロアーチのコア、リブレートロ向けに開発され、PCSX リローデッドをベースとして、アームアーキテクチャへの対応が追加された。後にプレイステーションクラシックにも採用された。複雑化したプラグイン機構に代わり、コードベースを再整理することで、過読性を向上させることを目的として開発された。2021年現在でも、 活発に開発されている。ソニーインタラクティブエンタテインメントが2018年に発売した初代プレイステーションの復刻版プレイステーションクラシックのライセンス表記から同期に PCSX リアームドのコードが含まれていることが明らかとなった。姿勢のハッカーによるリバースエンジニアリングによって開発されたエミュレーターが逆にソニー自身の手によって 商業製品として流通したことになる。かつてシェンは PSP、スビタやエクスペリアプレイ向けに独自の PS1 エミュレーターを開発していたが、それらとは異なるアプローチとなった。このことについてビデオゲームヒストリーファンデーション創設者のフランク・セファルディはソニーがアマチュアの技術を認め、公式のそれを超えたとみなせることは驚くべきことだ、と述べている。 ありがとうございます。